皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はスライムの作り方動画を撮っていきたいと思います。今回はこちらのダイソーの新作もちっと伸びる粘土というものを購入してきたので、こちらを使ってねちょっとスライムを作っていきます。でまあ普通にまずもちもちのスライムを作って、その中にこれを入れていきたいと思います。こちら軽量樹脂って書いているので、ちょっと触らないとわかんないんですけど、紙粘土なのかちょっとなんか軽い樹脂粘土なのかなって普通に思うんですけど、作品が壊れにくいみたいで、と実際にねいつもダイソーに売っているふわっと軽い粘土よりかはちょっと固めなのかなって予想しているんですが、ちょっとこちらをね後で入れてみたいと思うので、まずは材料紹介からしていきます。はい、まずボールとあとこう混ぜるもの、今回はこのような細いマドラーみたいなマドラースプーンを使います。でシェービングフォームと洗濯のり、あとはこんな感じでぬるま湯と放射、こちらはまあ放射がない方はとコンタクト洗浄液と重曹があれば大丈夫です。そしてこちらの粘土ですね、まあ、粘土は後から入れるので、まずはねもちもちのスライムを作っていきたいと思います。はい、ではまず作りたい量の洗濯のりをボウルの中に入れていきます。はい、そうしたら次にシェービングフォームを入れていきます。よく振ってこうじゃなくてこう縦にするとよく出るみたいです。はい、そしたらこちらをよく混ぜていきます。ボンドを入れるともうちょっと固めのねしっかりとしたボンドスライムが作れたりするんですが、まあ、ふわもちスライム作るときいつもねアイカのボンドを入れてるんですけれども、今回はまあ粘土を入れるので、まあとりあえずね、ボンドを入れないでやっていきます。こんな感じで混ぜていきます。全体的にこう混ざったなと思ったら放射で固めていきます。水を入れないのっていうコメントがあるかなと思うんですが、と水を入れるとタプタプになっちゃうので、あんまりこう水はね使わないで大丈夫です。そしたらとぬるま湯の中に、まあ水でもいいんですけどぬるま湯の方がよく固まります、の中に放射を入れていきます。放射はちょっと大量にね入ってるものしか売ってなくて、前にそれを買ったのですごい量があるんですけど、薬局とかで500円程度で買えます。まあ店舗によるかなと思うんですけど、で濃度が薄いものを作るか濃いものを作るかっていうことなんですけど、濃いめに作った方が水をあんまり多く入れなくて済むので、タプタプにならなくていいですね。薄いとやっぱ水を大量に入れることになるので、薄めに作るよりも濃いめに作った方がいいかなと思います。まあ、すぐには溶けないんですけれども、とこちらをねと入れて少しずつ入れて固めていきます。一気に入れたらすぐ固まっていくので、こんな感じでちょっとずつ入れていきます。そしたらよく混ぜていきます。こんな感じでちょっとずつねこう固まってきてはいるんですけど、もうちょっと入れていきます。根気強く混ぜていくんですけど、一気にねもういいやと思って入れちゃったらこう固くなるので、それだけは注意してください。ちょっとマドラーが折れそう、すごい力いるんですけど混ぜます。こんな感じでねすごいいい感じの硬さになってきたんですけど、うわ折れた折れちゃった、え折れた、嘘でしょ、ちょっと折れました折れそうとか言ってたら折れた、嘘でしょ。まあこのまま混ぜていきます。短いな、ちょっと皆さんこれ結構力いるので、なんかヘラとかの方がいいかもしれないです。
はい、ちょっとね、量をもうちょっと入れてこっちのマドラーに変えます。次こそね、折らないようにしてやっていきます。こんな感じでかなり弾力のあるね、もちもちのこんなスライムができました。こんな感じです。もうちょっとこねていきます。はい、こんな感じです。そうしたらこの量はちょっとさすがに多すぎるので、ちょっとね量を分けます。はい、では肝心のこちらの粘土を開けてみたいと思います。あ、結構少ないね。なんかふわっと軽い粘土よりも少ないです。で、柔らかいね。なんか紙粘土っぽいけど、なんかちょっと固め。ちょっと開けてみますね。どんな感じなんだろう。あ、紙粘土ですね。紙粘土なんだけど軽量樹脂ってことなので、固まったらこうなんかスイーツデコとか作る感じで固まったらちょっと硬くなるのかな。軽い粘、樹脂粘土なので扱いやすいと思います。私樹脂粘土入れて私樹脂粘土スライムは作ったことないんですけど、あ、こんな触り心地です。こんな伸びるけどもちっとしてる。確かにすごいいいこのスライム。すごいいいこの粘土。扱いやすい。手にも全然つかないし、ふわっと軽い粘土よりもこうあんま手につかない感じなので、私はこっちの方が好きですね。まあ量ちょっと少ないんですけど、いいですねこれ。めっちゃいいかもしれない。ではね、ちょっと早速混ぜていきます。はい、ではね、これがスライムなんですけど、ちょっとまだね緩いんですけど、粘土をねちょっと半分ぐらい入れていきます。半分よりもちょっと少なくていいかな。とりあえずまずこれぐらい入れて混ぜていきます。あ、すごい。あ、柔らかくてなんか全然硬すぎる感じではないですね。でもすごい柔らかくて気持ちいい。はい、もうちょっと足してみます。こんな感じでできたんですけれども、まだちょっと残ってはいるんですが、触り心地はこんな感じです。めっちゃいい感じのスライムができました。結構ねこう弾力がある感じ。ふわっと軽い粘土で作れたやつよりも弾力がある感じ。こうプニってしててもちっとしてる感じがしますね。やっぱもちっと描いてるだけあってすごい柔らかいです。で、こう海外の方がよくこうやってね、こういうなんかこういう形にしてこうスライムの形わかりますか？なんか動画は結構スライムの動画とかこう写真とか見てる方は多いと思うんですけど、こうやってね形作るんですけど、やっぱそういうのも作りやすい。この形だったらもうちょっと粘土入れて固めにしたら作りやすいのかなって思うんですけど、この形は作りやすいかもなって思います。こんな感じです。はい、すごくね作りやすい、扱いやすい粘土なので、ぜひ皆さんもね作ってみてください。これすごいおすすめです。ダイソーに売っているのでね、気になる方はぜひこれで入れて作ってみてはいかがでしょうか。この動画が良かったよ、そんな粘土があるんだ、作ってみたいな、私も作りたい、あ、このスライム触りたいな、はーちゃんのスライム触りたい、そのスライムめっちゃ気持ちよさそうと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひお待ちしております。では、バイバーイ。